はい、さいちゃんまりです。本日の沖縄とっても涼しいです。ちょっとね、なんとなく気分的に秋めいたかなっていう風をしています。で、どうしてもね、沖縄に住んでるとどんな近い距離でも車で移動しがちなので、たまにはね、せっかくキックボードとかスケボーとかあるので、そういう体を動かす乗り物でね、ちょっと近場のデートでもしようかなと今私が勝手に決めました。大輔さん、うん、お外行こう。いいよ。なんかさ、久しぶりに今日めっちゃ晴れてるし涼しいから、足で漕ぐ乗り物に乗ろう。ああ、俺スケボー乗ろう。おお。今日は初めてヤンガを履いて外に出ようと思う。じゃじゃん。我が家の乗り物たちと釣り竿で、大輔さんがこっちのスケボーで行くって言ってたんですけど、私はね、まだちょっとスケボーの腕に自信がないので、まあ安全にこちらのキックボードでね、今日は行きたいと思います。ちゃんだね。長毛ちゃんだね。すごいちっちゃいのいっぱい来た。でも痩せてるね。痩せてるね。あんなとこ飛び降りれるの、あのサイズで。降りたけど下に。ちっちゃいのが来たね。かわいい。みんなお父さんとお母さんと兄弟なのかな。かな。あなたは？痩せてる。かわいい。かわいいよ。長毛だね。お母ちゃんだね。下にな、ほんとちっちゃいやつらがよいしょ、いてな。なあの子たちほんとちっちゃい。まだちっちゃいね。ちょっと痩せてるから大丈夫かな。1ヶ月半とか、ね、1ヶ月だかどうかだね。心配になるけど。ちゃんまり、あっちにヒージャーがいるよ。ヒージャーだ。めー、似てた。見分けがつかないぐらい似てたよ。お世辞ありがとう。さあ、サンセットビーチ、よいしょ。ということでだな、猫と戯れてたら、サンセットビーチに着いた。着いたね。ここに繋がってたんだ。そうだね。初めて来たこの道。もうね、沖縄は本当にね、どこまで行っても猫がいるんだよな。ボイボイ。ああ、行っちゃう。行っちゃう系猫だ。でも美人さんだね。なんかエキゾチックな魅力がある。どう、海水浴してる人たちを尻目に汗だくでここに立っている気持ち。普通か。まあ今日魚が多い。そうなんだよ、さっきから大型の魚がバシャンバシャンボイルしてる。時間的にもね、ちょっと活性の上がる時間だね。着きました。今日暑くないって言ったのどこのカップル。めっちゃ暑い。まあ動いたら暑いわ。まあでもいい感じにさ、汗もかいたところですので、そうだね、美味しいの飲みに行こう。はい、そうしましょう。もうすぐそこなんでね、美味しいドリンク屋さん行きましょう。行きましょう。
海。秋だけど人がいるね。だって暑いもん。まだ暑い。めっちゃ汗かいちゃった今日俺。でもピークよりはだいぶっていう感じだね。そうだね、うん、あの真夏はもう終わったなって感じがするね、うん、ていうか今普通になんならさ、あの乗り物乗るのやめたらめっちゃ涼しいもん。そう、やっぱ動いてなければ大丈夫。うん、動かなければ汗かかないね。さあということで、うん、まあこれで終わりなんだけれども、うん、どうでした？まあやっぱね、乗り物はいいね。乗り物はいいね。乗り物はいい、まあ、汗かくから。あーなるほどね、うん、気持ちいい。やっぱさ沖縄ってさ、うん、どんな近距離でも車で行っちゃうじゃん。つい。そうなんだよな、うん、ついつい自分の足があるっていうことを忘れてしまいがちなので。そうですね、やっぱね、うん、積極的に乗り物に乗るべき。そうだね、乗り物ってあれや、車を乗り物なんだけどさ、うん、人力、人力系の乗り物ね。人力系の乗り物に一応ね、私が今日乗ってたのはこれです。ヘブンスケートボードっていうメーカーのよいしょロングボードだね、うん、これはお揃いだね。お揃いだね。チャンバリも持ってる、うん、私のがもうちょっとだけ短い、うんうん、ロングボードはね、うん、安定して滑れるからいいよね。そう、クルージングが楽しい。そう、まあ私は運動神経があんまりよろしくないので、うん、ちゃんとこうやってどっか行くときはキックボード。そうだね、チャンバリのキックボードもこれね、2つとも概要欄貼っとこうかな。はい、うん、なかなかいいっすよ、キックボードでお出かけするのだね。なんか都内とかほど便利そうだけどね、逆に、ね、あの電車も乗れるじゃん。そのまま、あ、そうそうそう、電車にそのまま乗れるっていうのはいいと思う。自転車と違うくて、うん、だからそのあたりも含めてキックボードって結構便利な気がする。ね、もうちょっと普及すればいいのに。うん、うん、まあただあの一応法律で禁止はされてないんだけど、公道で走ること、うん、著しく交通量の多いところでの、なんか走行は禁止みたいな感じになってるよね、うん、だその著しく多いっていうのがその時の警察官によっての判断になるかもわからんから、うん、あの何とも言えないところなんで、まあ、自己責任であんまり人が少ないところで乗るようにしてください。まあパッと見人っ子一人いなければ大丈夫よ。そうだね、田舎なら平気。そうだね、うん、そうしましょうっていう感じで。じゃあ、はい、まあ皆さん積極的に自分の足を使ってお出かけしようっていう感じで、うん、またやりましょう。これそうだね、またこれに乗って次は北部まで行くか。車で3時間キックボードで4日。4日だな普通にもう、うん、っていう感じでね、本日は、はい、乗り物デートでございました。以上以上、バイバイ。Thank you.